おはようございます。釣り子 TV です。便利そうなですね、ボックスが売っていたので一つ買ってきてみました。こんな感じのね、パッケージに入っていて、で、あ、リングスターなんですね。これリングスターから出ているルアーケース。その名もですね、ロード K っていうことで、あ、これもね、ちょっと買ってから気がついたんですけど、伊予部健さんプロデュースなんですね。ああ、伊予部健、かけるリングスターなんてね、かっこよく書いてありますけども、ロード系っていうことで、簡単ワンタッチオープンっていう感じでね、これね、釣り具屋さんにこの袋から出た状態でぶら下がっていて、で、なんだろうって触って、あ、これちょっと、いいんじゃないかな。ね、そんな感じで買ってみたい。早速ね、どんなケースか見ていきたいと思います。あ、そうなんだ。伊予部健さんプロデュースなんですね。はい。こんな感じ。ね。ロード K ね、書いてありますけども、こういうね、シンプルで、結構ね、かっちりとした、素材で、で、透明ではないんですね。中は見えないようになっていて、でね、こんな感じで。はい。ねえ、結構ね、しっかりした作りで、ここにね、防水のパッキンなんかもね、設置されていて、で、この形状っていうことは、はい。どちら側からでも、開けられる。ね。芸が細かい。ね。そんな感じで、まあ、こういうケースはね、いくらもあると思うんですけども、目を引いたのがここ。ね。ここ。ここに、例えば、カナビラとかをつけて、それで、こう、ズボンにぶら下げたりですね、バッグにぶら下げたりできるな、なんて思ってね、まあ、早速こういうカナビラとか、例えばあれば、これを、こうつけておけば、この状態でこうね、フローターにぶら下げたり、ウェーダーにぶら下げたり、はたまたズボンにぶら下げたり、バッグにぶら下げたり、ね、一段こう、外にボックスを常に持っておくことができるな、ね、そんなケースを探していたんですよね。っていうのも、釣りの時はね、結構自分の場合は、こういう感じのケースだったり、はたまたこんな感じのケースとか、こんな感じのケースとかね。こういうケースにルアーを入れて、これをバッグの中に入れて、おかっぱりとかね、動き回るんですけども、バッグから一回出して、ね、出して、そんでこう交換ってまあ当たり前の動きなんですけども、それがめんどくさいなっていうね。うん、そういうのがあって、あ、これだったら結構なんだろう、作りもしっかりしてるし、ね、外にこう、プランプラン持って、まあ、基本的にはこういうボックスでね、持って行ったりはするんですけども、その中でもよく使う可能性がある、結構頻繁に交換する可能性があるルアーは、こっちに先発体として入れて、それで移動したら楽ちんだなぁなんて思ってね。で、容量的にはね、まあじゃあいろいろルアー入れていこうかなと思うんですけども、結構、気になってたのがジョイクロどうかなとかね。例えば178ジョイクロね。これ、どうかな。あ、178だとちょっとこうテールが折り曲がった感じになっちゃうから、まあ、ジョイクロ持ってくときは、テール取って、だったらまあね、あ、高さ的には全然問題ないんで、まず、いけますね。あ、そっかそっか。まあまあまあ、これはいいや。うん。テール取って入れればいいやって話なんで。はいはいはい。これとか、あ、ちょっと戻しますね。忘れちゃわないように。羽物だと、例えば NZ クローラージュニアとかはまあ余裕ですよね。ここら辺もちょっとトップウォーター縛りで、釣り歩きたいななんていう時にね、こういうのに入れておけば便利かなね。まあジョイクロ178があんな感じだったんで、まあ例えば、ギルロイドジュニアとか、まあここら辺はジョイクロより全然短いんで、ニコイチとかで、あ、ここら辺は余裕ですね。
まあ、ちょっと大きめのやつだとこんな感じね。で、まあ、せっかくなんで反対からも開いちゃいますね。あー、いいっすね、いいっすね、いいっすね。あー、でもこんぐらいね、おかっぱりで、そうっすね、まあ大きくて、まあジョイクロとか持ち運んだりとか、まああとちょっと小さめの羽物とか、まあさすがに、あ、これはちょっと無理があるな。組み合わせによってはね、いろいろ入れられそうな感じかななんて思いますけど、トップウォーターと羽物とか持って回ろうぐらいだったらいけちゃうんじゃないかな。いけちゃいますね、これね。こんな感じで、あ、ちょっと針が悪さして、あ、こんな感じで今ね、ジョイクロと NZ ジュニアだったら、あ、ここら辺もね、余裕ですね。はいはいはい。大きなところだと、だから178サイズでなおかつテールが外れるようなね、ルアービッグベイトとかの位相には結構便利そうだな。はたまた、じゃあこういう小型のルアーだとね、どんぐらい入るのかな。よく使うのだと、まあじゃあちょっとおかっぱりでテンポよく回っていきたいなってことで、ハンチね持ってこうかなとか、あ、ラッキークラフトも一応スタンバイしときたいよな。あ、ちょっと深く潜らせたい時に TD クランクと、そうだな、少し大きめのものに反応する場合があったらと思って、イボークも 4.0 じゃなくて 3.0 入れて、あと小橋風に小さいクランクとか入れて、お、まだまだいけそうですね。そうだな、今勝のランボルトも入れてくか。あ、ディープエクスですね。100じゃなくて、じゃあ200をスタンバイしてみようかなね。まあ、こんなにやるんだったら、まあこっちに入れとけよっていう感じなんですけど、まあ例えばこれぐらいだったら、あ、もう余裕のよっちゃんですね。これぐらいは全然入っちゃうね。はい、まだまだ箕面とかこの隙間とかにね、入れられそうですね。クランクベイトとか小さめのやつだったら、まあ大きなのも入ってますけど、こんぐらいいけちゃうよ。これいいな。もう1個2個買おうかな。これをフローターのサイドに、フローター荷物なかなかいっぱい持っていけないから、あのね、こういうちょっと外付けできそうな入れ物で便利に使えそうな、こういうねアイデアがあるねやつだったら、もう少しねルアーね持っていけそうだななんて思っていて、じゃあはたまた例えば箕面、春だから箕面で攻めようなんて言ったらね、まあ、バルナは一応入れときたいよな。あと、まあそうだな、ロングエーな状態があるかもしれないし、ワンテンジュニアも入れとこうとね。こんな感じで、あ、そうそうそう、ジャーキングしたくなった時用に一応ログ、ね、ログも準備、あ、なんか引っかかっちゃってる、はい、ログも入れていって、ちょっと潜らせたくなった時にこういうエバーグリーングランセチャーとか持っていって、で、なんか村田はじめな気分になりたい時を日曜シマノのねアピールとナチュラル入れときますかね。ね、まだ入るな。そうだな、ビーフリも入れて、必殺のハードコアシリーズもちょっとロングビル展開用に入れるかなんて感じでもね、結構入るねこれね。はい、こんな感じ、結構便利じゃないですか。でね、あの色がこれ以外にもすごい目を引く色がね、カラー展開でいっぱいあったので、ぜひね釣り具屋さんで見たらお気に入りの、もうちょっと赤っぽいやつとか青に振った色とか、その色のね違いで、まあこれはトップウォーター用とか、これはこう箕面用とか、じゃあ青い方はクランク用とか、そんな感じでね、積んでおいて、でいざ実際使うラインナップのやつをこうカナビラにつけて、ちょっともう夕方だからこういう潜る系は休憩して、あ、ちょっとトップウォーターっぽいのを入れてる方をね使おうかなとかね、そんな感じでアイデア次第でいろいろ使えるんじゃないかなね。
で防水パッキン最初言いましたけど、結構ね、小さい割にねアイデア満載なんですよね。値段はね870円ぐらいでね売ってましたけども、まあまあそんな感じだと思うんですけど、裏に説明があるので、まあワンタッチオープンが左右についてるよっていうことと、あと防滴だよね、水が入りにくいパッキン付き、で、あ、そうなんだ、やっぱりカナビラ装着可能ね、カナビラなんかつけて、ズボンのね、ベルトのとことかにつけられますよっていう感じで、で、まあ注意事項として、まあロックが不完全な時にこうバラバラってね落っこしちゃう可能性があって、まあこれはそうですね、このロックがちゃんとねなっているかね、両方ちゃんとロックがしっかりとされているか、これはまあこれはどのボックス使っててもまあそういうことなんで、ここはねしっかりやりましょうというところと、ですね、あとはカナビラ取り付け部分にひび割れ等が出た場合はカナビラをつけてのご使用はお控えください。まあ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 物ですからね、壊れる時は。でも、まあ、結構これ壊れるっつったらよっぽどななんか事態だと思うんですけど、まあここら辺にひびとかがあったらこうカナビラがスポンって取れちゃう可能性があるので、そういう時はこのカナビラを使っての利用はね控えてくださいみたいな感じで書いてありますね。まああとはね楽しめ方とか書いてあるんですけども、これねリングスター、これすげえんじゃないですか。ですね、RK2100F 仕切りなしっていう風に書いてあるので、今後人気が高まってきたら例えば仕切りありのものとか、今どうなんだろう、これのねもうちょっと大きなサイズがあればジョイクロ178よりね上のものが移送できそうだなとか、そうっすね、あ、NZ クローラーどうなんだろう、ちょっとねまあこれ見ましたって出して、NZ っていつも移動に、はい、ちょっとね急遽気になったんで NZ クローラー引っ張り出してきました。 NZ はギリ入らないな、これは惜しい、手がね開く惜しいな、 NZ は入りません、 NZ は入りません。ただ多分この感じであればフカベイトは入っちゃいますね。フカベイトは輸送できるな、これな。よかったよかった。はい。はい。ちょっとね、今ね、大きなところでね、挑戦したところ、このね、でかくていつもね、輸送をどうするか一瞬迷うね。NZ クローラーはギリ入らなかったです。そして、まあ、部品がね、シンプルってのもあるんですけど、こういった、フカベイトはね、入るぐらい。そんな感じです。で、はい、じゃあまあ最後にジョイクロはね、尻尾が取れば、2個ぐらい入るんじゃないですかね、この感じだったら。はい、こんな感じになっております。ちょっとね、箱系は好きなんで、いろいろ気になるのがあったら買うようにしてるんですが、これはね、久しぶりにいいな。あとは、ちょっとワームとかの移動とかにも使えそうなんで、まあ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 ちょっとねいろいろこんな感じで使ってますよみたいなのね。あとはまあ今の時期ね、やっぱり外出自粛だとか釣りが行きづらいなんていう時なんで、まあこういうねボックスとか手に入れて、それでいざね釣りに行けるようになった時のこう一軍ラインナップとかをね、臨戦態勢で準備しておいたりしたらね、これはこれでまたね、こういじってるだけでも結構時間が経っちゃうんで、面白いんじゃないかな、いいんじゃないかななんて思いますけども、はい、伊予部健さんプロデュースってことで、さすがだな、こうもうねなんかちょっとね痒いところに手が届くボックスだな。あとはまあシールいくつかベタベタ貼って、そんでね、釣り場に持っていこうなんていう風に考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ですね、リングスターのですねロード K ね、伊予部健さんプロデュースの、おかっぱりにでも便利そうなこのボックス、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。